えこんにちは今日はジョージ・ェブラによる複素積分の可視化その3講師の積分公式です講師の積分公式に入る前に前回の内容を軽く復習しておきたいと思います前回の内容では経路を変形できるとただし得意点をまたがない限り変形できるというそういうことだったんです例えばこれは複素数平面だとしてそこに棒が立っているとします そうすると、ここの経路 C1 は、この棒を超えない限り、いくらでも変えることができる。それで積分値は全然変わらないという、こういう定理です。だから棒から抜け出して、例えばこういうふうな経路に関して積分することはできないです。そうすると値が普通は変わってしまいます。で、今度は得意点が2つある場合なんですけども、C1 はこういう経路だとすると、 この棒をまたがないで連続的にいくらでも変形できるので例えばこういうふうに変わります。でこの場合はさらにですねこの向きが違っている反対の2つの方向付き線分は消せるので結局 C1 の周りに積分することはこの小さい2円の和である C3 の前の積分と同じになってしまうとこういうわけです。このような変形ではですね積分値は変わらないこれが経路の変形になります。 それでは公式の積分公式です。Fz はこの C の周りですべて解析的とします。で、今から積分するのは Fz ではなくてというのは Fz は積分したらもちろん0なので、z-a 分の Fz を積分します。で、先ほどの経路変形により、それは CA の周りの積分に等しくなります。で、この半径はいくらでも小さくていいわけですね。で、R がすごく小さいときは、 のーーのようにこのよううににこできますでそれを代入してやるとこのようになって Fa が前に出て z 低いは約分されてこのようになりますところがこれは1ですから非積分関数が積分素0ですね原子関数が存在してでこれは 2πi になりますので結局 2πifa となりますで、えー、従ってこの公式が出てきまして z'a 分の fz を c に沿って積分すると 2'ifa になるとまあ通常はこの公式は右側の形で fa イコール 2'i 分の1インテグラル z'a 分の fz dz の形で書かれることが圧倒的に多いんですけれどもまあ今日は積分を の公式として使いたいので、まあ、こちらを使います。で、z-a、z-b 分の fz、a が b でないなども同じようにできます。というのはこの a の周りのこの円の周りでは、まあ、十分 z が a に近いときはですね、この z-b 分の fz は正則になっているので今の形になるんですね。だからこの部分を例えば Gz とでも置きますとこれは 2πi の ga という,うになりますただし z'a の2乗分の fz とか z'a の3乗分の fz などは異なりますこういうふうな z'a が1乗で入っているのを1位の極といってこれはの a が2位の極であるこれは a は3位の極であるというんですけどもそういう場合は少し異なりますまあその場合はですねこの テーラー展開をもっと工事まで2の解状分の z'a の事情 f2'a とか、まあ、そういうふうにずっと展開していけば正しい結論が出ます。それでは例1です。このような積分です。で fz 非積分関数の分母を因数分解すると、まあ、ご覧のようになります。 で、えー、得意点はプラスマイナス i とプラスマイナス 2i なんですけどもこのうちの i と 2i を含むようにこのような形の曲線を作ります。半円プラス線分です。で、この i と 2i というのは2乗がついてなくて先ほどの言葉で言いますと1位の曲なので公式の積分公式を使って積分可能です。どのようにやるかと言いますとこの fz をですね z=i の近くでは Z'i だけを分母に持ってきてそれ以外を全部分子に持ってきますつまり Fz は Z'i 分の F1z で F1z はこれですそうすると F1z は Z イコール i の近くでは微分可能になっていますしたがって公子の積分公式が使えて C1 の周りの Fz の積分は 倍のここに i を代入するので i 次乗 2ii 次を足すように3とこういうふうになりましてマイナス3分の π となります。C2 の周りに関して沿っての積分も全く同様ですので今度は fz を z 2 i 分のこれに直します。これを f2z と置きます。 このように直りますで F2Z は Z=2I の近くでは微分可能ですから公式の積分公式が使えて FZ を C 値の周りに積分したものは 2πi 倍の F22i になります。で計算してやると3分の 2π でやるとで。この2つの結果はこの後ジオグラフあとジオジェブラでやるときにあの実際やってみせますので覚えておいてくださると面白いと思います。 で i はこの2つの和ですから3分の π となります。よろしいですかここまで。じゃあ次はですね、ここで r を無限大に飛ばしていきます。そうすると、この積分が証明可能であるという。そういうことです。で、この積分は2の r に対して成り立つので、無限大の時でも確かに3分の π であると。ところが、 Z がこの円弧上にある場合はですね FZ の大きさっていうのはまあ Z 乗 +1 の大きさは大体 R 二乗で Z 乗 +4 の大きさは R 二乗ですからこれは R 二乗分の1という非常に小さいものになるんですねですからこの AB の周りに沿っての積分はこう R 二乗分の1倍の r d シータ。 を0から π まで積分したものより小さくなります。で、この部分は R を無限大に飛ばすとバスト0になりますので、結局、この半個 AB に沿っての積分は0になります。したがって、この C に沿っての積分はすべてこの積分えと同じになって、結局、マイナス無限大から無限大までの fxdx は3分の π となると。こういうわけです。 それでは今の積分の結果3分の π をジオジェブラで目で確認したいと思いますで今この c は特異点である i と2は含んでないですで fz は先ほ,ど先ほどの関数ですねで積分すると特異点を全く含んでないので積分すると0のはずです確かに0になりました もう少し r を増やして特異点の i を含むと突然積分値が変わりますこれは先ほどの計算ではマイナス3分の π のはずですこう a から動かしていきますね最初は半円弧上つっている時はこの積分の経路もこういう半円になっていきます で、実軸上の積分になると、今度は fz も実数になって、dx も実数なので、これ本当は実軸のとぴったし1すらずなんですね。実軸上を積分することになります。それでマイナス3になると。で、また 2i を超えると、ガラッとグラフが今度は変わって、こグラフになります。A から B までは、 こういうふうな丸いものを描いてで B から A までこの線分上の積分では実軸上動いていくことになりますもう少しデルタを小さくしますそうするとおよそ3分の π ですねで次に半径を増やしていきます半径を増やしていくと この曲線どんどん増やしていくと先ほど言ったようにこの AB に関するこの AB に沿ってのこう AB に沿っての積分値はこれなんですけどこれはどんどん小さくなっていきます今この FZ のベクトルは見えないですけどこれはもう FZ がすごく小さくなってて矢印が見えなくなっているんですこう伸ばしていくと M レシオを増やしていくと見えます でもう一度言いますけどこの部分がここになりますで実軸上の積分がこれになりますで R を増やしていくとどん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 この実軸上の積分の割合が増えていきますしたがって結局 C に沿っての積分というのは事実上この B から A までの実数の積分と全く同じになりますそれでその値がこれであるつまり3分の π であるとこういうわけですこの結果はジョージアブラでも簡単に確認することができます インテグラルの x 字上、割る x 字乗足す1割る x 字乗足す4つまり fx ですねで。x に関する積分でマイナス無限大から無限大の積分はちょうど3分の π であると。確かにジョージェブラでも正確な値が出ました。で次の例題2に入る前にオイラーの公式というのを証明しておきたいと思います。これは非常に有名な公式なので皆さんご存知と思うんですけれども、xi は実数のときに E の iθ は cosθ プラス i3θ と等しいという。で、えーと、E の z 乗なんですけども、これは2の複素数 z に対して次のように定義されます。これは収束します。で、z に iθ を代入してやるとご覧のようになります。で、これで実数分と虚数分をまとめると、このようになりまして、この部分が cosθ のテーラー展開。 この部分が 3θ ーーのテーラー展開ですので簡単にこれを導くことができます。で、これをジョージ・エブラで見てみたいと思います。まあ、やり方はいろいろあると思うんですけれども、まず、この虚数軸上に iθ ーーという点を取ります。 これは単なるアルファベットが2つ並んでるだけなので、この名前は登録可能です。で、次は E の iθ を数列の和として定義します。あその前に、えー、スライダーを定義しておきます。これは数列の和の個数のつもりです。で、シークエンスで、 の n 乗ですね、割る n の解乗で n に関しての和で n は0からビグ n までになります。これで数列がリストの形で出ますけどもそれを足したいのでサムします。 これが E の iθ ーーになりますが E の iθ ーーという名前は定義できないので、まあ、とりあえず適当に名前つけておきます A と、まあ、でもつけておきますわ、まあ、だから S にしますかで名前を変えておきます名前は変えられないんですけれども見かけは変えられるのでここですね E の iθ ーーにしておきます でこちらも少しプロパティを変えておきます。で2、e、の iθ とこの cosθ プラス i3θ が等しいということを言いたいのでこれが cosθ プラス i3θ になることを言いたいので何を言えばいいかというとこの角を測ってみればいいですね。 でこれをラジアン単位にしますこうですね。で今0.66ラジアンなんですけどこれは n が1だからなのでこれを増やしていくとたった8ぐらいですけど0.78ラジアンになりました。つまり e の i ー,ーはあそうですねあのあともう一つ言っとかないといけないですね。X 以上たす y 以上 イコール一乗にあるという。で、x 乗たす y 乗イコール一乗にあって変化がこの i シータシータと同じですから、確かに i、e、の i シータは cos シータプラス i sin シータになっています。線分もつけときますね。 で、iθ が 3.14i に行くと、確かに e の i θ がマイナス1になります。はい。それではジョージ・エブラで、これでオイラーの公式の確認を終わりました。次、はオイラーの公式を使った面白い応用例をお見せしたいと思います。今度は1たす z 次乗分の e の iz を積分します。 積分する経路は先ほどとほとんど同じなんですけれどもただし半径は1より大きければ大丈夫ですでそうするとこれが E 分の π になりますこれからオイラーの公式を使って実数分と虚数分を比べると1たす XD の c o s ン x d x は E 分の π というのは簡単に出すことができますえまずこの Z イコール I の近くで FZ を z-i z iz i 分の z I 分の、e、ののす e 直してやりますでここの部分を f1z と置きます。そうすると f1z は z イコール i の近くで微分可能になってます。したがって公式の積分公式が使えて fz のこの c1 の周りでの積分が2 π i かける f 1 i でここに i を代入するので e のマイナス1乗。 割る、I I、つまり 2i 分の e のマイナス1乗で約分されて e 分の π となります。あっという間にこれが出せました。で先ほど全く同じようにしてこの半個 ab に関するこれに沿っての積分というのは r を大きくするとどんどん0に近づいていきます。したがって結局マイナス無限大から無限大までの1たす x 次乗分の コス X プラス I3XDX x が E 分の π ということが証明できることになります。で、実数部分を見てやると、これが言えます。虚数部分からは1たす X 上分の三 x d x の積分が0ということなんですけれども、それは三 x が基幹数で1たす X 次乗が偶関数であることから、もう明らかです。それではジオジェブラで確認してみたいと思います。積分経路は先ほどと同じような積分経路ですね。 Fz が E の Iz 上、割る z 上足す位です。もうイニシャライズしてやります。で今、この積分経路は得意点を含んでないので0のはずですね。確かになります。でもう少し動かしていくと、半径を増やしていくと。 今度は先ほどの計算によると E 分の π になるはずです1.15なんですけど E 分の π はいくらかというと1.16なので大体合ってますねこれを小さくしていくと もっと近づくはずですぴったしは一致しました。で次に、えー、とこの部分がそれぞれどの積分に対応しているか見たいんですけれどもまずこの半円弧状の積分というのがこういう。 なんか靴紐の結び方みたいな、ネクタイみたいなこういうふうな形を描きます。で、次、実軸上での積分がこのようになります。こちらネックレスみたいな積分ですね。こちらがネクタイでこちらネックレスみたいな感じになっています。で、次に R をどんどん大きくしていくと、この半円弧に対する積分はどんどん小さくなっていくので、先ほどと全く同じですけれども、 結局、マイナス無限大から無限大の fz の積分がこの値になるってことになります。従って e 分の π でやると。もちろん、ジオジェブラを使って簡単に確かめられます。ここのところが e の ix になって、 これで大丈夫なはずですけどもえちょっとわからないですねいいのアイスティーター そうですねこれ i と x の間は開けてないからですねこれで大丈夫なはずですあこれは計算出ないですね <laughs> e の iθ e の x これは出ないんですけどでも sinx か c o s x なら出るはずですね c o s x でやってみますね確かに e 分の π になります以上で確認が終わりです 次回は、このレイさんとレイオンの非常に有名な石油について解説したいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。